はい、皆さん、こんにちは。ダバオチャンネルの K です。今はし、えー、5月11日ですね。フィリピン時間の4時19分になったところです。今日は私、トレードはしなかったんですね。ちょっと用事があったもので。で、昨日から持ち越した BSC なんですけど、まあ、なんとか最悪の 状態まではなって,なくて、まあでもそれでも大きいんですけどマイナス5%弱までいってしまってます0.83で買ったものが0.8ですねで他の中期でコンバージとテック持ってますけどうんまあちょ昨日よりはちょっと上がってるんですかね終わりがですねマイナス1%コンバージですねテックがもうやばいですねマイナス11%ということでまずはフィリピン市場ですね今日は 始まりが6298ペソから始まったんですね。で、上がっては6341、下がっては6281で、最後が6326六ということで、0.15%アップですね。昨日に引き続き、今日もアップですね。なので、このまま、まあ、下がりながらも上がる。まあ、当初予定して考えていた、この、 窓を埋めなくて、このブルーのラインに沿って落ちなくて、逆にブルーのラインをぶち抜いてピンクの水平線2本持って、まあ、そこまでは一気には難しいかもしれないですけど、上がっていってほしいものですね、うん。マーケットサマリーなんですけど、82銘柄がアップ、122銘柄がダウン、43銘柄がアンチェンジとでしたね。 で、バリューの方が、あ、今日はお少しお、少しだいぶ大きいですかね。多かったんですね。えー、9.9ですね。昨日は2ビリオンぐらいだったんで、今日は4倍から5倍ぐらいになってますね。トレードの方が8万5000回ですね。こちらも、まあ、少し、ここ最近に比べれば少し多いですかね。いつも7万とかなので。で、えー、上位陣ですね。こちらが金額が、 多かった、あの、モ o ス t a c t i v の方ですね。上位5位が ICT, ALI, BDO, ACN, SM。まあ ACEN 以外はやっぱりインデックスですかね。まあ金額が大きいので。で、上昇率が高かったゲイナーズの方は MAHB, OPM, OPMB, EVER で3ですね。まあちょっと金額の方は やっぱりこっちと比べると少ないかと思うんですけど OPMB 以外はですねで、ルーザーズですね、えー、マイナスのパーセントが大きかった者たちですね1位が MAB、c e u j o h d f n n f f i ですねこちらが、えー マイナスだったんで、すねで細かく見ていきますと、こちら今、上昇率別に、上昇順か、上昇率の高い順に並べてますね。MAHB。まあ、私がデイトレやるであれば、やっぱり取引回数が伴ってないと難しいと思ってるので、こちら上位1位から10位の中だと、多くてもこの EVER、EVER の EVER ですね。えー 5分足で見てみますと、今日がここから始まったんですね。最初ちょっと上がってギャ、ぐ、うんと上がって、窓は作って上がって、ちょっと落ちて、ぐーっとまた上がっていったんですけど、うん、ちょっと落ちたり上がったりで、最後点一八八あ、0.1800ですね。次の11位から20位ぐらいだと、 うんやっぱり少ないですね。まあ、BLLL とか、まあ、最初に、やっぱり最初のこの9時半から9時30分、15分間ですね。15分間でぐわーっと上がってますね。どのぐらい上がったかというと、まあ、3%弱ですね。まあ、それでも3%か。で、あとは落ちて上がったんですね。で あと600回 AEV あ、これは最後の何でした12時になる前からぐーっと上がったんですね3%ほどですねあとは DDMPR こちらが直近の IPO だったものですね これも最初にぐーっと上がっていって、9時55分、10時までですか。30分間上がり続けて、あとはまあちょっと、下がって最後ちょっと上がったんですね。まあこんなところですかね。まああとは、PLDT のテルが1700回で2%ですけど、これも最初にぐーっと上がっただけですもんね。あとは横ばいになってますもんね。 ということで、今度は取引回数別順に見てみると、まあ、ICT とか BDO、BPI は回数多いですけど、インデックス銘柄なんで、ちょっとデートレやるにはどうかなと思って避けてはいるんですね。でやっぱりこういう DIT とか ACN ですよね。こういった銘柄に頑張ってほしいなとは、 思いますね、そうしないとデートレーで稼げないですねで次の10位から11位から20位だとうん回数は結構多いのが増えたきたなと思いますけど上昇率がついてこないんでうんやっぱり21位から30位とかになって それでもないですもんね。でさらにその下の40番目ぐらいそれでもまあこうやって結果だけ見るとやっぱり難しいのかなと思うんですけど1日こうずっと見れれば上がって下がってとかですね 下がって上がってっていうのをもちろん繰り返してるわけなんでそういうのが,があの狙えるかなとも思うんですけどちょっと今持ち越してる BSC ですかね BSC 例えば BSC BS これ今日どうだったかっていうと、まあ、ちょっともう銘柄選びデイトレの銘柄選びとしては間違ったなっていう感じですかね今日が0.81で始まって 0.78までちょっと落ちてるんで危なかったですけどそん、うん、上がっては0.82まで一応上がってはいるんですねただ終わりは0.80で落ち着いてますねまあ、ちょっとこうなるとデートレを今の市場がこういう時にやり続けてどうかなっていうのもちょっと考えますねこちらがインデックスの5分足ですね最初の15分間ですかね ぐーっと上がっていって、あとはガーッと落ちて、で、あとちょっと、何時からだろう。11時45分、50分ぐらいから少し上がっていったんですね。うん、なので、ちょっと市場があんまり、今よ、あんまりっていうかかなり良くないところなので、まあ BSC は、まあちょっとどっかで売らないといけないんですけど、市場がこう、全体的に、あ、また、 良くなってきたなってこう思,う思われるまで思うまではちょっとデイトレの方も控えておこうかなって思っていますなので今,今行っているような私なりのフィリピン市場のまあ結果っていうかですねその日がどうだったかっていうのをまあ動画で今後うん1日1本という形で上げていってでちょっと潮目が変わったっていうんですかねあなんかこう 上昇率が高くて取引回数が多いのが目立ってきたなっていう時があれば、まあ入りますし、まあそういうのが毎日出てくるようになれば、まあ去年の10月、11月、12月ですね、今年の1月の頭ぐらいまで、あ、1月の初めぐらいですかね、その辺ぐらいまで本当にやってても楽しかったんでですね、そういうのがまた戻ってくるまでは一回ちょっとデートレの方は、うん 控えといていスイングの方ですかね、今、テックとコンバージだけですけど、まあ、何かその辺が売れれば売ってで、新たに購入したものをちょっとたまにご報告させてもらうっていうような形に切り替えていこうかなとも思っています。まあ、ちょっとこれ、2日続いて上がってますんで、うん頑張ってほしいところですね。 はい。ということで、この動画はですね、これで終わりにしたいと思います。で、これは本当に、ちょっと一回休憩するかもしれないですけども、まあ、また始めるときはよろしくお願いします。ということで、これで終わります。ありがとうございました。